どうでした？釣れました？こまいんですよ。こまい。うん、ガチはこまいです。このお父さんの後ろにいるド派手な男性、つは？母ちゃん、こっち来てもらっていい？じゃあ歌わせてもらいます。お父さんとこうやって漁師に出て、太刀を取ってこの港に。この二人。漁師の兄マーシーと妹マーちゃんによる兄弟ユニット、その名もマウンテンマウス。島の元気印として自作の歌で周防大島を盛り上げています。美味しく食べてもらえるのが嬉しくて、こうやってみんなが魚を食べてくれてること、後ろにお父さん港がこうしてあって、空がこんなに青い中歌えています。大島大島、大島よろしくどんだ。大島、大島、大島よろしくどんだ。おーいえーい。ありがとうございます。イエーイ。大島、大島、大島よろしくどんだ。大島、大島、大島よろしくどんだ。おい、見てるじゃん。これ足が踏んでる。これも生物じゃないですか。はい、これもカブトガニですね。ちょっと待ってください、これサメいますよ、サメ。これ、これ、見てね。おー、サメの登場。専用のみかんがあるんですよね。はい、そうなんですよね。食べてみたい。タチウオ、タチウオ。食べてみたいの。見るだけで美しいですもんね。お腹が空いてきます。本当にあのね、食べ物、まあ魚介、新鮮な魚介類もそう、みかんもそうですし、食べ物、景色、そして気候、そしてフラットからね、そういったこうエンターテインメントもあって、本当にこの周防大島って島一つでもういろんなものがこう完結してしまうという。宝庫ですよね。一日じゃ足りない。ね。まだまだこの VTR じゃご紹介できない魅力はたくさんありますので、ぜひね、山口県の皆様にも、そして県外から来た皆様にもぜひ楽しんでいただきたい。そんな周防大島、今週はあちこち町自慢でお届けいたしました。次はあなたの町に取材班が行くかもしれません。ぜひ温かい目で見守って、もしよければ自慢の場所なんか教えてあげてください。ここまではあちこち町自慢お伝えしました。さあ、それでは。